本日は、はい、晴天なり、うん、ドゥアーズインフィニティね、はい、撮影日なんですけれど、今日はなんと妖精が私の写真をコレクションしたいということで特別に撮らせてあげています。はい。まあ今日はね、裏側にちょっとまた密着という形でなんで切ろうとしたの今。今日は3本撮りとかですかね、はい、今日は3本撮りですね。3本ないし4本。ちょっとあの台風の影響で撮影がねちょっとできてなくて、毎日配信が怪しくなってきましたので。怪しい、やっぱりそこはちょっとこだわっていきたい。皆さんね、一日の楽しみですってくださってるから、ね、そこはちょっと何としてでも守っていきたい。ちょっとね、この前はあの、うん、案件の中での一日に密着っていう形だったんですけど、今日はちょっとしつこめにあの裏側ちょくちょく撮っていきたいと思いますんで、まさかちょっと入浴シーンとか待っちゃったり。あ、すいませんね。僕の僕今日は今どこに向かってるんですかね。今はとりあえずは、お買い物、今日使う買い出しが3店舗ぐらい、ちょっとはしごです。はしごです。はい、はしごです。まあ、今お昼帯ということで、はい、そうです。ちょっとまあランチも撮影しつつ、なんと今日はキララさんが来てるということで。そうなの、珍しくね、キララさんがね遊びに来ております。お菓子でも作っちゃおうかななんてあの連絡来てましたんで。言ってたよね。ちょっと珍しい映像なんでね、そういうのも撮りつつ、なので急遽ねちょっとお菓子の製菓材料も買ったりとかしながら、うん、まあ、始まったばっかりですけど、はい、というわけでやっていきましょう。やっていきたいと思います。すいません、今日はメバチコデーです。すいません。あ、こういうのもねちょっと寄りで写していこうかな、はい、なんでですか。こういうのぼやかしてほしいですね。わかりました。めちゃめちゃ混んでる。いけてる。今日はちょっとみんなの希望でびっくりドンキーということでやってきましたけども、とっても混んでいる。びっくりしちゃうね。びっくりしちゃうはここじゃ言っちゃダメでしょ。はい、というわけでびっくりドンキー、デザートしていきたいと思います。何人分買うんですか。キラでしょ、レンとゆずこゆ、妖精みなみ。俺はええわ。お腹いっぱい。お腹いっぱい。でも私も多分ゆずこゆがあれだから4人かな。いや、じゃあバリエーションで俺も入れとこう、うん、というわけで買いに行ってきます。こうやってね、はい、買い物もあるんですよね。結構時間取られちゃうね。待たないかもしれない。びっくりドンキーを買ってきたんですけれど、もう一個の買い出しが帰り際に行かなきゃいけないんだけど、通り過ぎちゃった。今？ああ、今？なんで騙したの、通り過ぎたこと。ごめん。ということで次のとこ行こう。ダイソーで。次はね、そうダイソーだから、まあ、どこにでもあるけども、ただ欲しいものがあるから、もしかしたらちょっとダイソーはしごもあり得るかもしれない、ね、視聴者さんからね、その防災グッズとか、そうなんか見たいですっていうのあって、でたまたまなんか見つけたんですよね、ダイソーで見つ、あの揃えられるみたいなね、うん、ちょうどうちもさ、やろうと思ってたから、あ、ちょうどよかったねって言って、じゃあダイソーにレッツゴーですね。はい、レッツゴーです。きたー、ウェイコップ。ちょっと一個だけ美奈子さんに言っといてほしいことがあるんですけど。はい、何でしょうか。スタッフさんが運転すればいいんじゃないんですかって俺だったら思うんですけど。いや、絶対に嫌だ。そうでしょう。うん、絶対に嫌だ。
まず私は運転が好きなのと、あと陽生くんは超ペーパー貴重な美奈子さんも車庫入れシーン、ちょっと肌焼けすぎて何のことかわからんけど、ちょっとね、皮合法です。合法じゃない、合法ね。じゃあ行こうじゃん。合流から2時間、はい、やっと買い出し完了です。買い出し終わりました。買い出し言っときゃいいじゃんって思う方もいらっしゃるかもしれないけど、なかなかそういうわけにはいかなくて、食品とかなるとその日に買わなきゃいけないとかあったりとかしてさ、でももうちょっといい効率のいい方法もあったりするのかもしれないけど、やっております。さあ戻ろう戻ろう、レイカにも会えるし。大きくなったね。キララさんは寝てます。疲れてる。この子は寝てます。この子いつも寝てるな。ここそれそれそれスカートの下に履くやつで動いてない？そうなんだよ。なんか今日2人ともさ競合水泳部みたいになってる。今日はスパッツで行くの？あ、どこに？じゃあ俺もスパッツでいい今日。どこに？どこかに行くとかじゃなくて、今日一日それで過ごすの？本当？暑いから？ちょっと撮影の準備を始めたいと思います。今日は何の撮影を予定してるんですっけ？今日はとりあえず昼ご飯をみんなで食べて、レントがキラとスイーツを作りたいってこと。夜ご飯。レンズさんこれ起きる気配あるんですか？ママこんにちはって。いいよ、しょうがない。起きた。起きた一瞬。蹴り食らされたり。女子の寝顔を撮るなんてってことでしょ。それはおじさんが悪いね。いつから女子のあれになるの？そのなんつうの、あ、くくり外せないでよみたいな。あ、でもレントはわりかしそうじゃないですか。トイレ行くときも内容言わないし。ママ、うん、ママゆずは言うよな、トイレ行くときな。ママキャラさんも暴れました。キャラさんキラさん、今カメラ回ってるんだ、実は。いいですね、この裏側でしか見られないキララさんですね、こちらがね。はいはい、もうレントさんもふざけ倒した状態ですからね。ふざけてないし、マハラの階段だからね。お乳のズボン履いて。首はもう座ったんですか？首は座りましたよ。座れるかな、どうかな。せーの、わーぽん、あっ、うわっ、うわっ、ちょっと笑いそうで笑わない。あっ、うわっ、うわっ、うわっ、
びっくりした。ごめんね。びっくりした今。ゆずもやってもらったら久しぶりに。やだ。やだ。ココもやってもらったら。やだ。やってあげようか。やってあげようか俺は。妖精はマジで嫌だって言いました。わかる。やっぱ寝顔みんな似てるんですね。かもしれないね。だってさ、指動作なしで起きるの怖いってキラ。なんかうーんとかがあって起きないけど、いきなり目パチって開かれても。封印解けたんって感じやった。単体のインサートを撮ってきましょうか。はい、撮ってきましょう。あ、これあれだね、ちゃんとこうやって外に向けてあげた方がよく映るわね、絶対に。きっと絶対怒られるよ。怒られるやつ。みんなここ、みんなここよく知ってんね。みんな思ってたんじゃない、多分絶対きっととか言うから。でもみんな違和感なくあれでしょ、そうだったら違和感ある。なんかもう言い過ぎて常に記憶もないよ。多分きっととかさ、多分きっと絶対そう、うん、よく言うよね。うん、これ食べたい。ゆうはこれ。キラも言う。なんで俺がインサート撮らんのって話してる。なんで私撮ってんの。ねえ。いたから、ここにみんなこうがいたから。山なんすか。いいことをしてあげようか。引いて寄るっていう。引いて、いや、そういうことじゃない。ズームのことや。引いて、いや、そういうことじゃない。大丈夫か。アホさんでか。OK、じゃあみんな。今怖いんだけど。いきます。はい、チーズ。ポッポこっち向いて。もう一枚行こう。はい、チーズ。すごい。最後濃い顔できたな。じゃあ行きましょうか。じゃあ今日は、はい、皆さんどうもこんにちは。せーの、皆さんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこでーす。キララでーす。せーの、ごちそうさまでした。起きた？本当だ。あ、そっか。ミルクか今から。ミルクの時間だ。え、ゆずが飲ませるね。みー。でもだいぶ飲む量が増えてきたでしょ。1回200で1日4、5回。リットルじゃん。リットル。最初はさ、もうさ、50cc とかだったわけよ。最初新製品20。20だよね。10とか20とかを飲んでたのがさ、もう 200cc。 200も飲んじゃって、あーた、あーたもう、飲むの上手くなった。この辺が垂れてきちゃう。エタナエタナもあなた。レンさん、次撮影ですけど、レントのメレンゲクッキーが好きなんでしょ、キラ。あ、そう。何個持って帰るんですか。一緒に文字何個ぐらい持って帰りたい。目標150。
な、1日5個ってこと？1ヶ月どうした？ちょっとわかるわ、でも、うん、若干っていうかだいぶ妖精も赤ちゃん帰りしたから、なんかあの甘えていいんじゃないかって甘えて、ね、そっちでわかるわって、そっちよ俺もちょっとなんかこうぐずりたくなる、ぐずりたくなる、うん、優しいから怒ると怖い、キララもうちょっと怒ってもらっていい、俺をじゃあちょっと片付けるよ、さあついてまいりますんで、はい、よろしくお願いいたします、一回ちょっとここきれいにしよっか、みんなでね、サクッと、これ作りたいの、プリンちゃんみたいな、プリン、この形のキャラクター、スライム、スライムちゃん、スライムちゃんスライムちゃん、え、なんかかわいいのあるじゃん、これのなんかミルクみたいじゃない、ちちちち、こっちの話、あ、スライムちゃん、スライムちゃん、水色でしょ、あなたの知ってるの、ちゃんじゃないけど凶悪だから人のことを倒そうとしてるから、あ、違う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 、ほら、スライムちゃん、違う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 、笑ってるよ、もうなんか一人、違うよえ、なんてスライムちゃんだろう、ボンバーマン爆弾うんこで出るかも、え、なんかプルプルのさ、この形のキャラクターよ、え、スライムじゃないの、ノブソ A、ノブソ B とかじゃない、ノブソ、ノブソ、ノに放たれるクソだからノブソってどうしたから、置かれてるか、置かれてるんじゃない、ほっぺちゃんだ、ほっぺちゃん、レッショー、ランドセルのキーホルダーについてたピンク色、じゃあだからほっぺちゃんイメージでいいんじゃない、黄色を押していこうかな、進行しないから、ジョレットの奥キラス、サブキャラだから、いや、これ絶対さ、キラメインだからね、みんながメイン、みんながメイン、妖精がメインっていうところもあるけど、ないし、ちょっとお母さんこうやって撮っといてくんないか、ちょっとみんな一回サムネ撮ろうか、いくよ、はい、チーズ、お母さん、いた、いたんです、チェック入る、顔テカってんね、こっち行きます、顔テカってない、メイクさん入る、メイク入ります、メイク入ろう、一旦パウダーしてく、もういいよ、コンスターチあるよ一瞬パウダーやろう、こうやってね、はい、パウダーの時間や、パウダーの時間あります、メントさんのオールバックどうですか、うん、オールバックいいと思います、さっぱりしていいと思います、伸びたね髪、だいぶ落ち着くんだね、パウダーで、私汗だくなんだけどいきます、はい、チーズ、すげえ仲いいやつやってくんね、ちょキラのすげえ仲いいやつ、それなんだが、はい、チーズ、あ、いい、すごい、シナイマキシンみたいでしょ、シナイマキシン、肌のデカリと、はい、すいません、確認入ります、あ、だいぶ落ち着いた、ね、これ良くない、なんか後ろ気になる、さ後ろは気になりすぎるやろ、お前チキンラーメンここで切ってほしいな、うん、高く切れないんですよ、切れないの、だいぶなんかスナップで隠してるし、肩をちょん切ってるし、肩を、うん、なんで肩、肩良くない、動画見ればさ分かるやん、そんなじゃあ、サムネ半目とか使うんだから俺そうだな、もうチェックなんかしたことないじゃあ本編に行きまーす、バイビー、普通に切っていいな、これあ、取る、こっちの方か、はい、今あのおちびちゃんたちが待ち時間、おちびちゃんたちじゃないわいつまでおちびちゃんたちなんだろう、キラはおちびちゃんたちと撮影の待ち時間でとか言って、キ
キラたちがね今スイーツ作ってた待ち時間でちょっと散歩行ってきたんだけど、屋上でね今散歩行ったら暑くて暑くてちょっとチャプチャプしようかなって、レイカさんも寝ちゃったんだけどさ、ちょっとほらチャプチャプしに行きましょう。あんたは何してんのよ。めっちゃ噛まれてた今この子に。名前なんだったっけ。トカ。トカか。これユズがつけた。痛いの噛まれたら。いや痛くない、なんかくすぐったい。あ、すいませんね、あの爬虫類苦手な方はちょっと。いい、うん、ちょっとじゃあ俺はパチャパチャチームに行ってくるから。この間脱皮したんだよね。俺も脱皮してえわ。結構上でプールやるんですけど、やっぱ夏休みの HP 削りにはもってこいでしょ。棒がすぎん。よく言ってるよ。なんだかんだ仲いいんだよあの二人って言ってこないだ。あの電話は。なんだかんだ仲いいんだよあの二人は。言ってないんだけど。言ってたじゃん。いい仲いいんだよあの二人は。そんな変な言い方してない。いや変な言い方じゃないよ。言い方の問題だからお母さんの。こんにちは。キラ毎週遊びおいで。あ、結構重いじゃない。重い。レイカよりワンちゃん重い。レイカどのぐらいの体重なの。今6キロ。助けてあげたいけど。
ニコレッチャン、ねえねえ、気をつけて。ねえ、キラ、この世界だからね。ねえねえ、気をつけて。じゃあ、アンダラ行きましょうか。えらい。なぜ踏み切った、これに。なぜ踏み切った。誰が言うと思う。でも正しいでしょ。めっちゃ正しいよ。スタミナはよく持ってたなと思って。それは大丈夫。すまん。いい顔してる。いきまーす。はい、チーズ。何の動画最近多くない？これ何の動画シリーズ。でもリアルだからね。リアルをお届けい。まあいい機会ですよ。はい、はい、じゃあ回りましたんで、はい、4本目本日頑張っていきましょう。頑張れる。大事ない。あれか、塚尾青さんか。ああ、塚尾青さん。びっくりした。他にもあるのかと思っちゃったよ。いやでもだいぶすっきりしました。だいぶすっきりした、よかった。はい、はい、というわけで、今日は4本撮り。そうですね、4本撮り。ちょっと台風の影響でね、はい、撮影もできてなくて。そうです、毎日配信を止めたくないっていう一心でね、やってますんで、はい、今日は頑張りましたね。はい、裏側はいつもこんな感じで、もうこんな感じの、ただカメラが回ってない感じ。需要あったりするのかな、これ。わかんない。もし好評だったら、うん、僕はあの続けたい。外に行く前とかもさ、結構ドタバタで準備してたりするから。そうだね。じゃあちょっと皆さん、もしこの動画面白いって思ってくださったら、コメントお願いします。いいねもお願いします。これ今更やってんのもう1しかないよ。というわけで、それでは皆さん、今日もお疲れ様でした。またねー。